新型コロナウイルスの影響で苦しむ中小企業や個人事業主を対象にした持続化給付金っていうのは、あれ本当にありがたい存在だと思うんですよ。それじゃ足りないという声ももちろんありますけれども、個人事業主で100万円、中小企業だと最大200万円、これあるとないとでは全く違いますからね。しかし持続化給付金をめぐっては詐欺行為も横行していることが報じられています。本来は受給する資格がないのに誰かに焚き付けられてうっかり不正受給しちゃうと、資格がないのに受け取って後から返金を申し出ている人は10月末時点で6000人を超えているといいます。6000人ってさ、まだまだ氷山の一角なんじゃないでしょうか。 NHK の報道を見ると、持続化給付金詐欺の指南役だったとされる韓国籍の男らが逮捕されています。 NHK の他にカンテレの報道もあったんですけど、どちらもビシッと国籍、名前出しています。報道機関として当然の姿勢ですよね。このように持続化給付金詐欺をメディアは厳しく追及してるわけですよ。ところがですね、不正を追及する側のメディアの人間がこの給付金詐欺に関わっていたんですよ。それは何を隠そう、沖縄タイムスの人間です。この件って以前から話題になっていましたよね。ただ想像以上にヤバそうです。沖縄県警特別捜査本部は13日、新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた個人事業者向けの持続化給付金100万円を中小企業庁から騙し取ったとして、沖縄タイムス元社員の男を詐欺容疑で逮捕した。沖縄タイムス社のこれまでの説明などによると、男は県警の家宅捜索を受けた税理士事務所で持続化給付金を申請した上で、フリマ雑貨と虚偽の職業を記載した。男は住宅ローンや負債など約6000万円の返済に給付金を充てたという。男は同給付金100万円の他に緊急小口資金と総合支援資金計80万円も不正に借り入れていた。80万円はすでに返還済みで、給付金100万円も返還手続きを進めているという。男は沖縄タイムス社の総務局付課長時に計180万円を不正に受給、借り入れしたほか、編集局所属の技術職や関連会社の社員ら3人にも申請を紹介した。男を起点に社内外に合わせて40人程度が不正な受給、借り入れに関与した可能性があるという。特捜本部は関係者の事情聴取などを進めており、県内の不正受給の全容解明を急いでいる。男は10月8日付で懲戒解雇処分になったということです。沖縄タイムスとしてもお詫びのコメントを出していますよ。しかしそうは言っても社員起点に40人ってやばいでしょう。多くの社員を抱える会社であれば、まあやらかす人ってのも出てくるわけですけども、それにしたって40人に広がるっていうのはね。というか普段は正義のための報道をやっているはずのこの報道機関がですね、まあ、こんなことやるなんていうのは言語道断ですよね。いや、あの会社に関しては正義っていうよりイデオロギーかな。しかもこれだけのことをやって実名報道じゃないんだと驚かれた方もいるんじゃないかと思います。タイムスは言い訳を発表しています。それによりますと、紙媒体では実名を書いているけどホームページは匿名を基本としているそうです。ネットは一度広まると全てを消すことは困難だし、公の立場や重大事件は実名報道するかもしれないけど、今回の件は匿名報道ですみたいな話です。忘れられる権利にも触れています。身内に甘すぎじゃないですかね。さっきの NHK、カンテレなんていうのはしっかり報道していたわけですよ。というか名前が出てしまうかもしれないっていうのは一種抑止になると思うんですよね。なんかやらかして捕まるとネットにも名前が残ってしまうわけだからこそ、変なことできないなと僕なんかはそう思いますね。このような身内への甘さというのがメディア不信をさらに煽っているんじゃないでしょうか。他人に厳しく自分にはめちゃくちゃ優しい、そんなメディアは必要ありません。給付金詐欺は相当数ありそうですよね。報道を見ているとなかなか若い方が多いんですよね。さっきの韓国籍の人もあれ24歳とかで、その関連で逮捕されたのも20前後の方なので、まあ、ちょっとね、大学生とかもしやってるって方、自首してください。というところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。